はい、どうも、ヨンピーです。今日から始まった、イベントの演出で Q さん東京編をやっていきます。まず、シーク対処分が次、はい、今、私から質問聞きますか。まあ、聞かないんですけど、とにかく Q さん、スタートします。 Q さん、ようこそ。Q さんはラケットに応じようし、8.26km を何キロクリアできるかを競い伝授だよ。じゃあ頑張ってみてね。あっさりしてる。めっちゃあっさりしてる。まあ、まずは、あっさりしてるから、チャレンジしていきたいと思います。まあ、このために、特攻選手。誰だっけな。ちょっと生存者だから。これか。まあ、弾道量のミニットパワー102。で、アーチスト効果法、ローリング打法ですね。で、まあ、デッキはこんな感じで作りました。あと、このヒデオとヒロと、光を入れて、あとはニットと、アンコの箱だけですね。じゃあ、ではやっていきたいと思います。試合開始。178。風すごい。74。ということで、次は中級にチャレンジします。中級は投球パターンが普通で、風向きは途中変化ありということですね。普通はということは、まあ、普段スタジアムでやってるような感じかなと思います。もう失礼かな。57。あ、結構不調効いてるか。あ、何気が変わった。うわ、全然止まる。難しい対戦戦は、飛車迷宮
で対戦したぐらいなんで、どんぐらい難しいかまあちょっとわからないですけど、まあ、ミッドウィドが見れるんなら、まあ、そんな大変ではないかなという。あ、さっきこれって何ていうのがいい普通で。あ、よし。あとで確認しよう。半数ぐらい。うお。うお。カーブが打ちやすいけど、どうも下から飛ぶか。お、170。まあ上級でやっていこうかなという感じですね。進めていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。